小さい時から絵が好きで、大学でもその気持ちはずっと続いていて、迷うことなく崇城大学の美術学科に進学を決めました。私は絵を描く時とそうじゃない時の切り替えが極端で、描いてる時は周りの音なんかも全く聞こえなくなるくらい集中していますが、一旦描き上げると休日の日なんかは一日中寝て過ごすという極端な学生生活を送っています。同じ学科に私と性格も考え方も違う、でも何か魅力的な人がいたんです。話していくうちにどんどん仲良くなって、親友と呼べる私にとって唯一無二の存在となりました。でも彼女は絵が上手で、コースが違う私にも絵のアドバイスをしてくれます。学生生活の集大成と言うべき卒業制作のモチーフは、この親友と私を描いたものにしたいと、お互いがイメージする2人の顔を中心に日常をイメージした人物画を描いて1枚の作品に仕上げようと、現在 4.5 メートルもの大型作品を制作しています。入力した時は非常にこう真面目で、まあ、デッサンもしっかりこう白黒グレートーンとか非常に真面目なデッサンを描いてるんですけども、まあ、学年が上がっていくごとにですね、そこにやっぱり色彩が、まあ、形態感も色彩感も非常にこう豊かになってきました。真面目さの中にやっぱり自分の表現性を非常にこう大事にする子ですね。現代アートと油絵の魅力を融合させ、この作品を見た人たちが少しでも面白いと思ってもらえるよう、細かな描写も丁寧に描いています。美術は自分の世界観が全てと言われていますが、私のように大学での親友との出会いが自分自身の世界観を変えることもあると、美術の奥深さを今感じています。